Standing at 6 feet 1 inch tall, weighing at 265 pounds, representing Pro Wrestling Noah, Kenta Kobashi! Oh! オレンジのテープ、そして紫のテープが飛び交います。日本の小橋から世界の小橋へ、そして試合前から小橋コールに包まれています。普段はクラブとして営業されています会場はトゥーロック。3月にも見られた光景、エプロンにかじりつくように観客は観戦します。タバコもお酒も飲むのは自由だということですが、一瞬たりとも小橋の動きを見逃すまいと、タバコを吸う人、お酒を飲む人は全く見受けられません。そしてもうすでにそのリングを叩いています。さあ始まります。ゴングは3回鳴らされました。試合が始まりました。コマシコールに包まれています。そしてアーベスは右手を差し出しました。さあそれに応え、いやー応えません。ネクタイを直しました。コバシの怒りを買ったかアーベス、ちょっと距離を足りました。さあ再びまだ組み合いません。さあ組み合った、押し込んでいったのはコバシケンタ。さあ逆水平か、ドイツ初の逆水平が放たれるか。うわ挑発している、アーベスが挑発しています。小橋コール、また起こりました。小橋がそのチョップを見せる瞬間を待っています。さあ3月には三沢タイガーエンペラー組と戦いました。このアーベス、最後はこのアーベスが三沢のタイガードライバーを放って勝利を得たという、そういった試合もありました。さあそのアーベスが手を差し出します。小橋は応えた、あーっとキック、さばきにキック、3連発、そしてエルボー、エルボーを入れて、あーゲスへー、ドイツ一発目。この逆水平チョップをドイツの市民も待っていました。まだ小橋は逆水平を一発しか放っていません。エルボー一発、さあ怒った、取れない、気迫だけでアーベスを圧倒していきます。来た、さあアーベスを振った、一軸、もう一度いった。さあそして今度は反転させて、その喉元に書き切るようにチョップを落としました。テレビで見ていたその小橋のチョップが今現実のものとして目の前で展開されています。さあ今度はそのアーベスのワイシャツを剥ぎ取りました、小橋健太。そして逆水平、もう一度いく、いやーどよめきます。この逆水平にどよめくのは日本でもアメリカでもイギリスでもドイツでも同じです。ワンモアタイムのそのコールが起こりました。その言葉に応えるように小橋健太は逆水平を放ちました。そして今度は後頭部か、いや背中に落としました。もうアーベスの戦闘意欲はなくなっているかもしれません。しかし怒りの収まらない小橋、まだまだそのドイツの人々に見せつけるかのように逆水平チョップを放っていきます。もう一度いく、反転させて今度は喉元にエルボーを落としました。カーバー観察、このクラブで行われている WXW の大会、
リングの横にはバーカウンターも見受けられました。そして怪しげなカクテル光線、そのカクテル光線の中行われているこの WXW の小橋のシングルマッチ。さあ今度はコブラツイストに入りました小橋健太。そしてヘッドロックもかけていました。あ、そしてこちらには日本語で応援のメッセージがあります。さあバックドロップ、燃える魂ではなく焼いて魂と書かれていました。ブレバスターの体勢、対空時間がちょっと長かった。ブレンバスターからカバーに入った、どうだ、右肩を上げました。3月には三沢戦でタイガードライバーを放ちましたこのアーベス、この小橋戦ではブレンバスターを放ちました。相手を挑発しますアーベス。さあそして小橋の頭を股に挟みました。さあ体勢入った、タイガードライバーか、タイガードライバー、さあカバーカバー当たって本家本元三沢のタイガードライバーをいつも受けているその小橋に向かって、このドイツでアーベスがタイガードライバーを放ちました。しかし危ないところでした。ターンと2まで行きました。左肩をなんとか上げました小橋健太。さあ首をかき切るポーズを見せましたアーベス。まさかこのドイツで日本で絶対王者と呼ばれたこの男から勝利を奪うのか。さあ再び行きます。しかし返します小橋健太。それでこそ伝説の男だ小橋健太。近づいてきたローリング、精神の握り拳からマシンガンチョップ、異様な盛り上がりだドイツ SN。放ってさらにはラリゲー、さあそのスキンヘッドを捉えてバックを捉えたハーフネルソン、あーっとドイツのファンにも見せつけましたハーフネルソン、センプレックスカバー完璧。力強い握り拳だ小橋健太。ドイツのファンは祈りを捧げています。実にドイツで逆水平チョップ107発を放ちました小橋健太。今小橋健太はドイツで伝説の男から神になりました。日本のプロレスの神から世界の神、コールがやむことはありません。